一旦その何とかして学校のその授業のハードルを下げるっていう風に持ってった方がいいんじゃないかなと思うんですよ。うん、確かに、うん、学校はこうだとしたら階段を作ってで登るみたいな、うん、そうで、はい、ちょっと楽にしようみたいな感じかなと思いますね。なるほど、うん、武田塾チャンネル。いや6月来ちゃいましたね、本当梅雨だよ。いや梅雨ですよ、本当もう。何やってた、梅雨嫌い。いやもう梅雨大嫌いですよ、僕は本当、うん。バイクは。もうバイク錆びるし、バイク乗れないしで。外出れないからさ、うん、勉強しやすいんじゃない、逆に。確かにそうですね。天気いいとさ、夏だと遊びに行きたくなっちゃうよ、うん。確かに。まあそんなね、悩んでる受験生の質問に答えていくこの番組は、受験相談 SOS。ラグ先生、はい、今回の質問は何ですか。今回の質問はですね、うん、偏差値70ほどの中高一貫校に高校から入学した小一です。なるほど、高校受験は私立のみだったので、理社を全く勉強していなく、社会がついていけません、うん、また数学などの進度もかなり早いため数学に時間が偏ってしまいます、うんうん、効率の良い勉強法を教えてくださいと。なるほど、いう質問です。これはよくあるね。よくありますね。中高一貫校はね、学校のペースが早いからね、中学から入った人たちのね。そうなんですよね、結構先進んじゃってたりしますからね。そう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 、これも結構相談されるんですけど、はい、まあ、よく言ってるのは、はい、簡単なところからペース早くやるのが一番手っ取り早いかなっていう。簡単なところからペース早くやるとは、うん、はい、例えば、はい、今理社の社会がついていけないって話なんですけど、はい、分かるものを使うっていうのがまず大事だと思うんですよ、うんうん、分かるものを使う、うん、例えばそのなんだろう、参考書とかがさ、ナビゲーターみたいなものを使ってるような状況、学校の授業とかそのぐらい詳しいやつやってるとしたら、はい、スピマスとか教科書優しいとかさ、はい、スインゼマスターみたいな簡単なやつで追いついたりとか、はい、自分で予習して、うん、ちょっと先取りして、うん、授業の前に知識つけてから挑むみたいな、もうちょっと簡単なので即習するっていうことですかね。さっさと終わらせちゃうっていうこと、うんうんうん、数学とかも、ね、だから、はい、それこそ直接書き込むとかさ、はい、基礎問題成功とか、まあ、基礎問題はちょっと辛いかなと思うけど、はじはじ、あとはじはじとか、うんうんうん、ああいうものでちょっと下地を作っちゃう、うんうん、もしくはちょっと分かってないところを追いつく、うん、追いつかせるっていうような手を使って、はい、一旦その何とかして学校のその授業のハードルを下げるっていう風に持っていった方がいいんじゃないかなと思うんですよ。うん、確かに、うん、いいですね、うん、難しい教材でペースを上げてやろうとしている状況だと思うんですね、これ今の状況っていうのは。そうですね、多分絶対青茶以上は使ってます、1対1とか使ってるかもしれません、もしかしたら。だから、はい、その状況でペース上げるのはまあ無理だと思うんですよ、うん、だってそもそも今の授業についていけない状況でペースで上げたってそれ質が下がるだけじゃないですか、はい、だから分かるものでペース上げてやるっていうのが一番早いかなとは思うんで、うん、そうですね、うん、今の学校についてもう本当同じレベルについていこうとすると結構時間かかりますよね、きっと。そうだから、うん、でも簡単なものでももし先取りができれば、はい、学校の授業が多少知ってる状況から始められるから、そうですよね、ハードル下がるじゃないですか。確かに、そうやって学校の授業自体難易度を下げる方に動いた方がいいかな。なるほどね、自分に下地をつけてみたいな形で、うんうんうん、はい、学校はこうだとしたら階段を作ってで登るみたいな、うん、そうで、はい、ちょっと楽にしようみたいな感じかなと思いますね。なるほど、うん、だからどうしてもやっぱり、ね、はい、ついていくのは大変だと思う、うん、授業だけでついていくのが難しいのであれば、うんうんうん、授業以外の部分でいかに難易度を下げる方向に動くかっていう形でね、うん、はい、考えてみてもらえればと思いますね。はい、はい、分かりました、はい、今回は以上です、はい、武田塾、はい、新サイトオープンしちゃいました。新サイト、おお、大学受験のさ対策動画あるじゃん、はい、大学別の対策動画、はい、あれをこう見やすくまとめたサイトができまして、へえ、これですね、参考書だけで大学合格 .com っていうのがありまして、すごい、もうそれ見れば全大学の対策がもう分かるっていうことですか。分かる、それこちらなんですよ。おお、そこですね。そう、うん、どこだ、あそこか、はい、でさらにね、はい、勉強方法とかいろいろ書いてるサイト、うん、昔からやつあるじゃないですか、はい、逆転語学 .com、 あ、それだそれ、逆転語学 .com、 はい、はい、それもこちらから、はい、お、すごいですか、おー、はい、ぜひね、武田塾チャンネル以外の、ね、サイトもぜひ、うん、利用してもらえればと思いますので、うん、お願いします。武田塾チャンネル1万人突破しました、はい、1万人突破した、はい、1万人、はい、ミリオン、あ、違うわ、ミリオンじゃない、はい、1万人、はい、はい、これからもね、ぜひ皆さんチャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。